ペンフレンドの二人の恋は募るほどに悲しくなるのが宿命。また青いインクが涙で滲む切なく、若すぎるから遠すぎるから会えないから、会いたくなるのは必然。貯金箱壊して君に送ったチケット、定期家の中のフォトグラフ、笑顔は動かないけど、あの大きな玉ねぎの下で初めて君と会える。九段下の駅降りて坂道を人の流れ追い越して行けば、黄昏時雲赤く焼け落ちて、屋根の上に光る玉ねぎ。ペンフレンドの二人の恋は言葉だけが頼みの綱だね。何度もロビーに出てみたよ、君の姿を探して、アナウンスの声に弾かれて、興奮が波のように広がるから、君がいないから僕だけ寂しくて、君の返事読み返して席を立つ、そんなことをただ繰り返して、時計だけが何も言わず回るのさ、君のための席が冷たい。アンコールの拍手の中飛び出した、僕は一人涙を浮かべて、千鳥が淵月の皆を振り向けば、澄んだ空に光る玉ねぎ。九段下の駅へ向かう人の波、僕は一人涙を浮かべて、千鳥が淵月の皆を振り向けば、澄んだ空に光る玉ねぎ。